トム・イーウェルはアメリカ・ケンタッキー州出身の俳優、トミー・イーウェルと表記されることもある。マリリン・モンローの代表作の一つ、映画、7年目の浮気の主演で知られる。映画版だけでなく、その原作となったオリジナルのブロードウェイ舞台劇でも主演している。なお、舞台版ではトニー賞演劇主演男優賞を、映画版ではゴールデングローブ賞主演男優賞を受賞している。 テレビや舞台を中心として活動し、映画の出演本数は多くない。1909年にケンタッキー州オーエンズボロで生まれる。両親は法律家になることを望んでいたが、ウィスコンシン大学在学中に演劇に触れ、俳優になることを決める。1928年にプロの俳優として舞台でデビューし、1931年にニューヨークに移って、 アクターズスタジオで学ぶ。1934年にブロードウェイデビューし、数々の舞台に立った後、1940年にハリウッドデビューするが、映画では役に恵まれず、映画デビュー後も、舞台を中心に活動する。第二次世界大戦が始まると、海軍兵士として4年間従軍する。退役後、まず舞台に戻り、クラレンス・ダーウェント賞を受賞するなど、 成功を収めたことをきっかけに、1949年の映画アダム氏とマダムで注目されるようになる。1952年初演のブロードウェーブ大劇、7年目の浮気に主演し、トニー賞演劇主演男優賞を受賞する。さらに、同作の1955年の映画化作品にも、主演し、ゴールデングローブ賞主演男優賞を受賞する。その後はテレビを中心に、 舞台にも出演する。1994年に死去。具体的な死因は公表されず、長い間闘病生活を送っていたことだけが、遺族から明らかにされた。なお、イーウェルの母は長寿で、息子の死の4年後、1998年に105歳で亡くなっている。ありがとうございます。